悪魔城ドラキュラ。この作品はゴシックホラーを題材としたロングセラーシリーズの初代作品なんだ。ゴシックホラーってどんな雰囲気？暗く神秘的で少し怖いけど美しい世界、それがゴシックホラーの魅力なんだ。物語はベルモント家の末裔シモン・ベルモンドが悪魔城でドラキュラに挑むというもの。シモン・ベルモンドはどんなキャラクター？彼はヴァンパイアハンターの名門出身、勇敢で無知を趣として使うんだ。道中で見つけるサブウェポンを使いこなしながら数々の怪物と戦うんだよ。サブウェポンって具体的には？ナイフや聖水、斧などがあって、それぞれに独特の用途と軌道があるんだ。このシリーズは難易度が高いことで有名だけど、初代からその難易度はすでに高かったんだ。操作が難しいの？確かに操作性には癖がある。しかし敵の動きを覚えれば攻略は不可能ではない。敵のパターンを理解し何度も挑戦することでクリアへの道が見えてくるんだ。悪魔城の怪物たちってどんなのがいるの？ゾンビや骸骨兵士、そして幽霊などクラシックなモンスターがたくさんいるんだ。それぞれ特徴が異なり、それに合わせた戦略を練る必要があるよ。クリアのコツはあるの？まずは敵の攻撃パターンを覚えること、そしてサブウェポンを適切に使い分けることだね。また場所によっては急ぐよりも状況を見てじっくり進む方が賢明な場合もあるよ。じっくりと戦略を練るゲームなんだね。その通り。ただのアクションゲームとは一線を画す戦略的な深さがあるんだ。そしてね、このゲームをクリアした時の達成感は言葉では表現できないほどなんだ。でも難しすぎて途中でくじけそう。確かに難しいけれど、その分クリアした時の喜びも大きい。挑戦を重ねることが大切だよ。さあ、この機会に悪魔城ドラキュラの深淵な挑戦にあなたも挑んでみないか？スーパーマリオブラザーズ。1983年のファミリーコンピュータ発売から2年後、このゲームは世に出たんだ。なんでそんなに注目されたの？当時としてはその画期的なゲーム性が新しい時代を築いたからなんだ。プレイヤーはマリオを操作してジャンプやダッシュで障害物を越え、ピーチ姫を救出するんだ。毎回クッパって敵なの？そうだよ。でも最終的な敵、本物のクッパは最後のステージにいるんだ。このゲームの隠し要素が多くの人を魅了したんだよ。隠し要素ってどんなのがあるの？例えば隠しブロックやシークレットエリア、そしてワープゾーンがあるんだ。マリオの上手い人は隠し要素を見つけることに喜びを感じ、ワープを使わずに全ステージをクリアする。それって本当にできるの？できるんだよ。でもそれにはかなりの練習と冒険心が必要になるんだ。当時は隠し要素を見つけることが大きな話題になり、友達と情報を共有していたんだ。友達と遊ぶのが楽しかったんだね。本当にそうだったよ。一緒に隠しエリアを探すのはまるで宝探しのようだった。このゲームが提供する新鮮な体験は当時のゲーム業界に革命をもたらしたんだ。今でもそんなに楽しいの？絶対に楽しいよ。その魅力は時代を超えて今のプレイヤーにも伝わるんだ。さて、私たちもマリオの世界に飛び込んでみないか？いろんな秘密を一緒に探し出そう。マリオの冒険を一緒に体験してみたい。その気持ちがあればきっと素晴らしい冒険が待っているよ。さあ、一緒にジャンプしよう。プロ野球ファミリースタジアム。ナムコが発売したこのゲームはファミコンで初めての本格的野球ゲームとして歴史に名を刻んだんだ。球団は実在のものからヒントを得てるの？そうだよ。かの球団がモデルになっているし、何
ナムコオールスターズチームもあって豊富な選択肢があるんだ。選手一人一人に細かなステータスが設定されていて、その個性を生かすのが勝利への鍵なんだ。ゲームはどんな感じで進むの？基本的には他の野球ゲームと同様、バッティングとピッチングで勝負するんだけど、このゲームの魅力は選手の個性と戦略をどう生かすかにあるんだ。友人との対戦はわざとデッドボールを与えてからの一触即発の緊張感がたまらなかった。実際の選手をもじった名前でクイズみたいになってるって本当？本当だよ。それでこの選手は誰だ？と友達と推理合戦をするのも楽しいポイントの一つだったんだ。このゲーム、シンプルだけど現代の野球ゲームの礎を築いたって言っても過言じゃないんだ。ファミスタって今でも人気あるの？長年にわたって愛され続けているよ。野球好きなら一度はプレイしてみる価値があるゲームだからね。実は、子供の頃は友達の家でこのゲームをよくやってたんだ。毎回のことながら、負けそうになるとリセットしちゃってね。それ、ちょっとずるいよね。確かにね。でも、それがまた子供ならではのエピソードで、今では良い思い出だよ。とにかく、このゲームは、ただの野球ゲーム以上のものがあるんだ。友達とワイワイ楽しむのに最適なんだ。ぜひ、プレイしてみたいな。ぜひともね、プロ野球、ファミリースタジアムで、暑い夏を感じてみてはどうだろう？ナムコオールスターズでみんなを驚かせるよ。それは楽しみだね。野球の楽しさを存分に味わってくれたら嬉しいな。ボンバーマン。実はこのゲーム、もともとは爆弾男という名前でパソコン向けに開発されていたんだ。その後、ハドソンが手掛けてファミコン向けにリメイクされたんだよ。そしてそこからボンバーマンという名前が冠されることになったんだ。なるほど、それが今のボンバーマンシリーズの始まりなんだね。そうなんだ。本作の目的は地下迷宮から脱出することなんだ。そのためにプレイヤーは解体用の爆弾を駆使して敵を倒したりブロックを破壊したりするんだ。そしてその過程で見つけた扉から次のステージへ進むことができるんだよ。でも単純そうに見えて実は難易度が高いんでしょう？その通り。特に自分自身を爆風で傷つけるリスクが高いんだ。加えて厳しい制限時間内にステージをクリアしなければならないから緊張感も半端ないんだよ。パワーアップアイテムってどんなのがあるの？いろいろあってね。爆弾の威力を増やしたり、爆弾を同時にたくさん設置できるようになるアイテムなどがあるんだ。これらのアイテムをうまく使って難関を乗り越えるのがこのゲームの醍醐味なんだ。主人公のロボットについてもっと教えて。このロボット、実はロードランナーという別のゲームの仇役だったんだ。彼は迷宮を脱出することで人間になれると信じて必死で挑むという背景があるんだ。ただし、この設定、実は無許可で使われていたんだよ。ちょっと問題があったんだね。うわぁ、知らなかった。でも、面白いね。そうだね。ボンバーマンはその後も長く多くの人々に愛され続けているよ。プレイするたびに新たな発見があるかもしれないから、ぜひやってみてほしいな。私も挑戦してみるわ。ドラゴンクエストについて話していこうかな。みんな RPG っていうゲームジャンルを知ってる？当時はまだ珍しかったんだよ。 RPG って今はよく聞くけど、どんなゲーム？ロールプレイングゲームの略で、プレイヤーがキャラクターになりきって冒険するんだ。初代ドラクエではこの新しいジャンルをみんなに分かりやすくするためにね、システム面をシンプルにしてパーティー制やキャラクターメイクは採用しなかったんだ。それでどんな呪文が使えるの？基本的な攻撃と回復の呪文だけで、バフとデバフも分かりやすい効果だけなんだ。物語はね、悪の化身である竜王を倒す英雄の物語。まるでおとぎ話みたいだよ。小学生でも楽しめるようにしたのね。そうそう、だからこそ多くの人に愛されたんだ。土
スタッフの意図が伝わってくるよね。このゲームから RPG はどんどん進化していくけど、ドラクエはその最初の一歩だったんだ。その後の作品はもっと複雑になったの？2作目、3作目と進むにつれて徐々に複雑な仕組みが導入されていったんだ。でもね、初代のシンプルさが多くの人にとっての入門編となったんだよ。初代ドラクエ、どうやって手に入れたの？当時、私はファミコンのレンタルショップで借りたんだ。その店はレコードや CD も扱ってて、ファミコンブームの波に乗ってゲームのレンタルも始めたんだよ。店内はどんな感じだったの？人気ランキングが掲示されていて、どのゲームを借りるかいつもワクワクしてたんだ。そして鳥山明さんがデザインしたパッケージは本当に目を引いたよ。ゲームを始めてどうだった？最初は何をすればいいかわからなかったけど、次第にその面白さに気づいてね。ホイミって呪文がどんなものか、次の街がどこにあるのか探るのが楽しかったんだ。エンディングはどうだったの？映画のようなエンディングで、その当時ではとても新鮮で驚きと感動があったよ。 BGM の話も聞きたいな。最近テレビでドラクエ1の BGM がどうやって作られたかのドキュメンタリーを見たんだ。ゲームに込められた愛情が伝わってきて、見ているこちらも感動したよ。ドラクエって本当にすごい作品なんだね。本当にね、ゲーム史に大きな足跡を残した作品だから、ぜひ一度は体験してみてね。ゼルダの伝説。このゲームはね、アクション RPG の中でも特に重要な位置を占めているんだ。アクション RPG って具体的にはどんなゲーム？アクションと RPG の要素が合わさったゲームで、戦略とアクションが必要なんだ。ゼルダの伝説では見下ろし型の視点で剣や盾、魔法といったアイテムを使うんだ。8つの世界ってどんな場所なの？それぞれに特徴があって、ダンジョンやフィールドを探索しながらトライフォースを集めるんだ。最終目標はガノンを倒して平和を取り戻すこと。まさに英雄の冒険物語だよ。ダンジョンのギミックって難しいの？かなりね。頭を使うパズルや特定のアイテムがないと進めないところがあるんだ。敵の動きも様々で、戦略的に対応しないと厳しい戦いが待っているよ。魔法を使いすぎたらどうなるの？玉切れになってしまい、攻撃手段が限られてしまうから計画的に使う必要があるんだ。ハートの器は体力を増やす重要なアイテムでも、適切な場所でないと手に入らないんだよ。難しい仕掛けが多いって聞くけど。本当に多いんだけど、その分クリアした時の満足感は大きいんだ。そしてゲームをもっと深く掘り下げたい人には、ウラゼルダがおすすめ。ウラゼルダってどんな挑戦なの？元のゼルダよりもさらに難しく、ダンジョンの配置やギミックが変わっているんだ。思考力と観察力をフル回転させないとクリアするのは難しいよ。 BGM も特徴的なの？そう、ゼルダの BGM は一度聞いたら忘れられない。ゲームの世界観を盛り上げるんだ。それぞれのフィールドやダンジョンに合わせた音楽が冒険の雰囲気を一層引き立てるよ。音楽があるとゲームの体験が変わるものね。本当にそうだよ。音楽はゲームをプレイする上でとても重要な要素なんだ。ゼルダの伝説はアクション RPG を楽しむ上で欠かせない作品だから、ぜひチャレンジしてみて。ゼルダの世界に挑戦するのが楽しみになってきたよ。それはよかった。冒険の世界への一歩を踏み出す準備はいいかな。熱血紅白ニオくん、これはね、喧嘩アクションの極みを味わえるゲームなんだ。クニオくんが敵を倒すためにはパンチやキックが基本になるよ。投げ技もあるって聞いたけど、それはどうなの？そうそう、相手を投げ飛ばすのもこのゲームの醍醐味なんだ。そしてね、敵を線路や海にポイッと落とすこともできるの。画面外に敵を落とすのは面白そう。面白いけど、自分も落ちないように気をつけないといけないんだ。ジャンプキックで攻めるときも着地には特に注意が必要だよ。ボスキャラはどんな感じ？ボスたちはみんな個性的、特
にスケバンのみすずさんが印象的なんだ。彼女のビンタは一瞬でゲームオーバーになりかねない強さなんだ。ラスボスはどう戦うのがいいの？直接ぶつかるのも手だけど、戦略を練ることが重要だよ。でもね、最後には意外な展開が待っているかもしれないんだ。アーケード版と比べて変わった点は？アーケードの要素は少し減ってるけど、移植版ならではの楽しみ方があるよ。例えばバイクレースなど他では味わえないアクションが楽しめるんだ。当時の流行も反映されてるの？そうだね、不良文化がブームだったからその雰囲気を楽しめるよ。ビーバップハイスクールみたいな不良漫画が人気だったんだよね。漫画より映画で見る方が多かったのかな？確かに当時は映画で不良たちの生き様を見るのが流行ってたね。でも今はゲームでその時代を体験できるんだから面白いよね。確かに昔を知らない人でも楽しめそう。そうそう、昔を懐かしむ人も今の若い人も楽しめるのが熱血紅白ニオくんの魅力だよ。さあみんなも一度この不良の世界に飛び込んでみない？俺は諦めない。